俺50票持ってるからとか、はい、俺100票持ってるからとかいう言い方がすっごい嫌いで、一人1票しか持ってないんですよ。参院選後、自民党の小野田喜美議員がアベマプライムに出演し、公明党の選挙協力を断った件や組織票について考えを述べてました。一部紹介いたします。参院選では連立を組む公明党との選挙協力なしでの戦いということになりました。選挙前の小野田さんのツイートがこちら。政党が違うのですから、選挙は他党の推薦ありきでやるのではなく、それぞれ自由にやるのが自然ですよね。公明党さんの推薦見送り検討、共感します。これはもともと公明党が選挙協力見合わせ検討というニュースが飛び交った後に対して小野田さんがツイートされたものですけど、どういった思いだったんでしょうか。私は基本的にあまり宗教と関わってこなかったので、創価学会にも行ってなかったんですけど、行ってこいと言われたんで行った時に、今回は全国で相互推薦しない方向に決まりましたってあちらから言われたので、いいと思いますって言って、その思いをそのまま変えたっていうだけで、別にそこがきっかけじゃないんですよね。ずっと前からのことなので、ここがきっかけみたいに言われるのがマスコミ何も分かってないで書くなと思って。現実的に選挙で戦っていくにあたって、やっぱり支援してくれる人一人でも欲しいと、まして組織であれば団体として票が塊で読めるところがあって、多くの候補者はぜひ応援してほしいと思うところなんだろうなと思うんですけど、特に連立政権を組む公明党であるならば、堂々とお願いしますと言っても良さそうに思うんですけど。自民党もある種組織なので、自民党の職域支部っていうのがあって、例えば JA とか郵便局とかいろいろあるので、組織を完全にノーというつもりはないんですけれども、ただ私が地方議員時代から、俺50票持ってるからとか、俺100票持ってるからとかいう言い方がすごい嫌いで、1人1票しか持ってないんですよ。選挙権っていうのは本当に貴重な1票で、誰かの持ち物じゃないし、誰かが右向け右って言ったら入れていいものじゃないと思ってるんで、私はもちろんどなたからでも票はいただきたいし、でもそれは誰かに命令されたとか組織が上から言ったからじゃなくて、小野田を見た上でお前ちょっと頑張れやって1票が欲しいので、人の票を拒否したんじゃなくて、お一人お一人に見てもらった上で考えてもらいたいと思っただけです。そして選挙結果は圧勝で当選、本当に良かったです。こういう議員が増えれば政治も選挙も変わっていくかもしれませんね。